はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員楠田亮でございます。朝日新聞がなんか論座っていうですね、天聖人語みたいなコーナー持っておりまして、なのね、バカしか読んでないから何書いてあっても別にいいんですけれども、目に留まったすげえバカなこと書いてあったんでご紹介いたします。石川智也っていうのかな、朝日新聞記者。非暴力抵抗こそが侵略から国民を守る、非武装の精神で戦争の根を立て、とかいうタイトルの社説なんですけれども、このタイトルだけでもなんかおかしなこと書いてあるなーってすぐピンってきちゃいますよね。ネットの反応です。妄想は結構です。そんなわけないだろう、お前だけやれよそれウクライナでも言えんの、北京とモスクワで行ってこい。ウクライナが無抵抗だったら今頃ひどいことになってるぞ。そうだね、何千人もサハリンになんか移された、話も聞きますし、朝日が言うなら間違いない、核武装しようぜ殴られて服従させるだけだろ。元記事読んだ、時間の無駄だったなんで服従しないやつが無事でいられると思っているのか。またまたね、非暴力抵抗なんていう謎の呪文を作っちゃってね、殴られても殴り返さないならそれって無抵抗っていうんじゃないの。全然わかんない。自分から応募した徴用工、徴用っていうのは強制で取り立てるみたいな意味ありますから、まあ矛盾してんだよな。軍の移動についていく性被害者であるとか、厚生年金をもらえる奴隷労働とか、まあ清純派 AV 女優なんていう有名な矛盾した熟語もありますよね。これだと何ら変わらない熟語だな。非暴力抵抗、全くね、占領されても従うなってことらしいんですけど、それが本文には書いてあるらしいんですけど、そんなの普通に排除されるでしょう。占領した土地で言うこと聞かねえやついたら、まあ占領した土地でね、占領した連中が言うこと聞かなきゃ、普通に殴られたり監禁されたり逮捕されたり、あるいは処分されたり、なんで無事でいられるのか、なんで無事でいられると思ってんですか、この石川って記者は。そんなんだからね、今までの信者以外は騙せなくてね、年々購読者が減っていくんですよ、朝日新聞は。新聞全体の減り減少率よりも早いスピードで減少していく。今まで変なことばっかり言ってたのがバレてきている。このぐらい書いとけばうちの読者は騙されてくれるんだろうってね、読者をバカにすんのもいい加減にしろって話でね。こういうとこを書いとけば朝日の読者は喜ぶかもしれないですけれども、こんなね、おかしなこと書いてたら呆れられるばっかりで、書いてるやつもバカなんだろうな。石川記者の家族はですね、私たちが殴られてもお父さんは手動かしてくれないな、指一本動かせねえなって絶望していいですね。場合によっては絶縁した方がいいよ、こんなお父さん見捨てて。家族いない一人者なら勝手なこと書いても悲しむ人いねえから安心ですけど、まあご家族いるんだったらね。石川は占領後はですね、スパイとして優遇されるとでも思ってんのかな。だから服従しなくても生きていられると。チベットでもウイグルでもですね、スパイは真っ先にこの世から排除されたし、そうはいかねえから、騙せればいいって思って書いてんのかもしれないですけど、非暴力抵抗なんじゃそうだ、バカですかって感じですね。74社で作る社団法人日本出版社協議会、74の出版社がメンバーなのかな、が安倍総理国葬をあがめろ声明を発表しました。ネットの反応です。なんで国葬にすっと神格させることになるんだよ。弔意の強制が嫌って言うなら
反対の意思を他人に強制すんな。反対デモは禁止じゃないよ。どうせデモするんでしょ。弔意の強制されないじゃんいう話ね。自分が嫌だってんなら家で寝てりゃいいだろ。東京地裁で門前払いされてたけど、なんでこんなに最後発狂すんだよ。言い出すの予想してたわ。弁護士会とかペンクラブとか人権なんちゃらとか、安倍さんが外国から惜しまれてる現実が安倍側にとっては非常に都合が悪いと。わずか74社が出版業界の代表面してますね。弁護士会が全ての弁護士の代表面して、まるで総意であるかのように死刑反対なんて言ってるのと同じ構図ですね。出版社なんか何百もあんでしょうね。弔意の押し付けって言いながら反対の意思を人に押し付けてんだよねこいつら。自分でやってておかしいと思わねえのかな。反対デモは禁止されてません。弔意を押し付けてはおりません。反対ってことは言っていいんだからさ。それも含めて、まあ、思想心情の自由ってことですしね。毛沢東の悪口言うとですね、いなくなっちゃう中国や、金日成の悪口言うといなくなっちゃう北朝鮮じゃないんだから。こういうとこならね、弔意の強制って騒いでもいいですけどね。騒げるもんならね、中国と北朝鮮。国葬で安倍総理の外国からの高い評価が明らかになると、安倍側が非常に困んでしょうね。だからこんな必死になってね。ごもうは過労死寸前だし、弁護士会もジャーナリスト協会なんちゃらってとこも反対声明出してるし、杉並の中核派議員の呼びかけで反対でもやるようだし、安倍が総出の様相を呈してまいりました。まあ、中心なんかならねえからね、オバマもメルケルもマクロンももう来るって言ってんだし、あんなに頑張ったのに。で、せいぜいがっかりしてもらってですね、ストレスで免疫が落ちるといいなって思ってますけどね。杉田水脈さんが総務省の政務官に抜擢されました。新内閣で、これ大臣副大臣に次ぐナンバー3、総務省の、共産教団 C 和夫、共産教 C 和夫たまらず文句垂れておりました。総務大臣政務官に任命された人物の発言録、名指ししてますんでね、匂わせるだけして、これが党の代表のやることなんでしょうか。こっからまず卑怯卑劣、卑怯卑劣が服を着て歩いているシーカゾ。女性はいくらでも嘘をつける、 LGBT は生産性がない、統一教会支援を受ける何の問題もない、議員の資格もない人物を政府の役職に平然と任命する岸田政権。まあ、これ任命責任だってことで、岸田総理の責任も追及したい、あわよくばっていうことで書いてんでしょうけどね。ネットの反応です。いや全然問題ないけど共産党より1000倍まともなこと言ってるけど、男でもいくらでも嘘つけるけど、お前何年投資やってんだこれを言われちゃ、黙るしかないですね。シーカズオが口開いたな、あ、口動いたなって思ったら、お前何年投資やってんだってすかさず言うっていうのもいいかもしれないですね。選挙で選ばれてんだから議員の資格はあるでしょう。比例で安泰のカズオは議員資格うんぬん言う資格ないぞ。そういえば最低賃金1500円の話はどうなった。過去の殺人を反省しない共産党に過去の発言を責められましても、しょうもない揚げ足取りを党首がやってる場合がというようなネットの意見でした。まあ、杉田水脈さんがよっぽど嫌なんでしょうね。つまり良い人選、良い人事ってことなんでしょうね。過去発言でしょうもない誹謗中傷してね、過去の殺人事件をあれは一部の反乱分子がやったことで俺らは悪くないって開き直ってる共産党に過去発言ガーって言われたくないっすよね。議員資格がないって選挙違反常習犯で開き直ってる共産党に言われたくない。比例1位で毎度毎度何もせずとも安泰の和夫に言われたくない。
そんならよっぽどね、民主主義の議会に、なんで共産主義者がいいんだよ。なんでなのっていうっすね。そっちの方こそ、よっぽど議員の資格なくない？まあまあ、言うことなすこと、すべてブーメランで、突っ込みどころ満載。それもこれもですね、もう、左翼が、まあ、共産党含めね、何言ってるかわからない。レベルにまで、世間の常識から、乖離しちゃってんですよね、これね。あいつらおかしいわ。っていうのが、年々あらわになってきて、で、ますますね、党員減らしたり、票減らしたりなんかすると、先鋭化して、もっともっとおかしなことを言っていくようになると。その結果、今後もですね、順調に党員減らして票減らせば、もっともっとね、変なことを言い出すよ。もう質が変容してくると、私、予想しております。というわけで、メール党員様、地区支部長様、大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。